どうも、こんばんは、エヌメです。今回は東京グルリ、インボーク、アタッチメントの創作 S、 また新しいのが来てるので早速やっていきたいと思います。充電が 40% しかないので、さっさとクリアしないとまた残り 20% ですという表記が出てしまいそうなので、全力で走っていきたいと思います。ちょっとね、もう疲れてるんでね、今日パパパッと終わらしたいですね。まあ錦くん連れてきてたんだけどね、ちょっとアモンくんに変えてきましたね。せいせい。どうしよう、アニマダシーの、あ、しくった、あー、しくったんだが、どうかな。いや、なかなかね、窓さんの声うまいと思うんですけど、どうかな。このさ、窓さんの持って笛口1だよな、結構重いはずなんだけど、なんか物理的あれを飛びこ、あれだよね、無視して、あー、これ使わない方がよかったか、物理的なものをさ、なんか、あ、やべえ、これちょっと待って、まあそこそこ硬いんだけど、あ、これもしかしてアモン下げた方がよかった、これこうやろう、重蔵なんてすぐ溜まるからね。え、マジ生きてんだけどお前、はいはい、はいはい、あー、5フロアか、これアモン使わない方がよかったな、せいせい、あ、硬えな、なかなか硬うございますね。次アモン下げるか、どっかで前線、おっと、アリマで吹っ飛ばしたいんだけどな。確か覚醒が何ターンだっけ、アリマの、アリマ覚醒だよね、これって、覚醒つうか、なんか能力アップみたいな、ここで使うか、ここで窓さんのバフをスキブ使って、ラスボスがどんなもんか分かんねえけどさ、すまねえ、スキル見てる暇はねえんだ。あー、なるほど、アモンとアキラね。スキブ使って、アキラうざそうだから、アキラをアリマで吹き飛ばそう。おら弱っ、そんなもんかよ、うわー、そんなもんか。どうしよう、これアリマでいっか、指揮者アリマ、せいせい、吹き飛べ。まあね、このアリマいつものごとつのアリマじゃないんですよね。ごとつのアリマじゃないんですけど、まあ余裕ですね。結局アリマがいたら何でもクリアできるんじゃないでしょうか、今の現環境ではね。落ちるかな、新しいアタッチメント落ちてほしいんだけど。あ、ガチャチケ1枚手に入ったじゃん。落ちなかったっすね。これオートで回れたら一番いいんだけどな。あれ、何これ、次の画面いけないんだけど、謎なんだけど謎のバグ発生中、次の画面に行けない。ちょ、ガシャ引かせて、頼むからチケット1枚あるんだからよ、あんま美味しくないガシャ引かせてくれよ、あのチケットガシャ、ちょ、本当によ、何なんだ、もういいでしょ、彼岸花めっちゃ散りばめてやったわ。はい、というわけで今回はアタッチメントの創作 S でした。ではまた次回実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。